かがですか。いかがですかっていうか、ね、いや僕もでも山崎さんの記事はずっと読んでましたからね、っていうところがまあ堀江さんのかっこいいところだよね。確かに。だからプライドの問題ですか。じゃあ本当にね、僕はね救われてたんですよね。幸福をあの構成する要因に、まあ、著書の中にもあるんですけど、自由の拡大と他人の承認であるということを書いてるんですが、自由の範囲を広げるものだっていうふうにこうお金の役割を説明します。からこう行きたいところに行けたり、あのこう欲しいものが手に入ったり、あるいはこう人助けをするんでもお金がある方がこうできることの範囲が広いっていうような、まあ、そういうことはあるんだと思うんですけど、ただやっぱ問題はあのこうやっぱりこう他人の承認っていうか、例えばこうあの人に感心してもらいたいとか、まあ、あのもっとこう俗っぽく言うとモテたいとか、あのそういうことって、まああのもちろんこうお金払いのいいお客さんなんていうのはこうまああの飲食店では好かれるわけですけれども、なかなかでもこうあの他人の承認っていうのはお金で買いにくいなっていうことはありますよね。で逆にこうあの人に好かれてる人の方がお金も稼ぎやすいし、お金でこうあのこう例えばモテようと思ってもあの なかなかのうまくいかないし、それをお金がモテてるのか自分がモテてるのかよく分かんないみたいな状態になるから、いやでもあのお金がモテてるのか自分がモテてるのか分からないって考えちゃう人は不利ですよね。まあ、そうなんでしょうね。うん、それはめちゃくちゃ不利、うん、だと思います。だってそんなもの分かんないんだもん。なんていうのか、好きっていう感情はなんかこう気にしても仕方がないことを気にしてるっていうことですか。そうですそうですそうです、うん、あのそれ気にして意味あんのっていう、モテてるって状態にあればいいじゃんっていう、やり方がやっぱちょっと古かったりとかするケースが多いですよね、皆さん。だからものすごく、まあ、だからある意味情弱なんですけど、情弱の人って僕の言うこととかやっぱ信じないんですよね、うん、それもなぜか分かんないんですけど、山本太郎さんとかのこと信じちゃうんですよ例えばですけど、うんうん、なぜかねなぜなんだろうなって、僕不思議でしょうがないんですけど、まあ、そのまともに努力すれば成功できるみたいな話っていうのを信じると都合悪いから信じないんじゃないですか彼らは。うん、僕はまともにというかオーソドックスにやっても、それは僕は効率悪いと思ってるんですね。でもオーソドックスなやり方っていうのは効率が悪い大体で、やっぱりそれは最短距離を走るにはどうしたらいいのかって考えなきゃいけない、考えなきゃいけないんだけど、みんなそれを考えない。そこはちょっと不思議だったんですよね。みんななんで考えないんですか。最短距離をっていうふうに考えて無駄を排除して本当に走ってみるっていうところがまあ堀江さんのかっこいいところだよね。確かに。逆に言うとなんでみんなそこをショートカットっていうか考えれば見つかるはずなんですよね。僕はいつも見つけてきたから。こう考えて選んだことがこう失敗したら、なんとなくこう自分にそれは敗北感になるんじゃないかみたいな、だからこう考えないで人がやってるようなことを同じようにやってみると、それが失敗してもあの自分のこう敗北にならないみたいな。何かこうプライドの問題ですか。じゃあその先ほどのこう恥ずかしがるみたいなあの話もありましたけど、無駄な羞恥心みたいなものがいろんなところに働いていて、でこうあの自分でこう考えて決めるよりもの人がやってることをやって、で場合によってはそれでうまくいかなくっても自分だけがうまくいかないわけじゃないみたいな、なるほどな、なんかそういうこう精神のリスクヘッジみたいなことをしてるんだと思いますけど ね。先ほど、ま、裸になるって話しましたけど、やっぱなかなか慣れないですよね、うん、お金といえばですね、あの前澤友作さんがですね、まあ、実は著書の中にも書いていて、これ山崎さんはこれ堀江さんと前澤さんは似ている部分があるっていうのを書いてたんですけど、ちょっとこの話も、まあ、あれですよね、こう、まあ、堀江さんがこうライブドアでこう華々しく世の中にこう出てきた時に、あ、まあ、いい感じの若者が出てきたなと思ってこう、まあ、密かにファンになったんですけど、どこがっていうことでいうと、こういわゆる時事殺しをしないで、はい、あのこう年寄りに媚びないでこう のし上がっていった、そういう稀有な経営者だったっていうことですね。一般論として言うと、ね、そういうこう時事殺しってこうできた方が圧倒的によくって、あのそのこういわゆるこう偉い人、年上の偉い人っていうのは仕事回してくれたり、お金回してくれたり、人紹介してくれたりするので、やっぱりこう時事殺しには時短効果があるんですよね。
だからまあそういうことがこう適切にできなかったせいで、私は現在お金持ちでもなければ偉くもなってないっていうことであって、でもまあ堀江さんと前澤さんはこうインターネットとあとこう株式市場をこうまあ上手に使ったのかなっていうふうには思いますよね。堀さんどうですか、今 の, その前澤さんとの共通点っていうので今。いや分かんないそんな僕は全く意識はしてないです。必要だったらジジイも殺すぞってことですか。いやまあ今ねロケットの事業とかやってるんで、うん、なかなかその、まあ、最近ロビイングとかやってるんですよ。大人になってきちゃう。いや大人になってきたっていうよりはもうその必要だから、うん、なりふり構っていられないよねっていうのは実際のところあって、やっぱ政府の予算とかね取りに行かないといけないんですよ。新たな武器を手に入れるんですね。でもなんかめちゃくちゃ議員会館とか行ってますもん。めちゃくちゃ詳しくなりましたよ。だからそのなんか政治的な動きとか、いやだからその安倍さんのねあの件もその銃撃された事件に関してもその自民党内の派閥の動きがどうなるのかとかすごいやっぱ気になりますよね、うん、でもまあさっきの話で言うとね、岸田麻生ラインが強化されるのかなみたいな感じですよね、うん、そうですね、うん、それは僕にとってはあんまりグッドニュースではないんですよね、うん、やっぱり資本市場にとってもあんまりグッドニュースじゃないですね、うん、そこは、ね、ネガティブですよね、市場経済的に言うとね、はい、安倍さんとか菅さんに戻ってきてほしいですもんね。まあそうですね、市場的には市場的にはもう株価は確実にそっちの方が上がりますよね、はい、まあ、今日こうやってお金について話してきましたけど、そろそろ時間となりました。こう最後にこれ山崎さんにですね、これ大ファンのですね堀江さんと本当十何年も前から堀江さんをこう応援していて、でこの直近1年ぐらいで、まあ、この番組をきっかけで対談されて、はい、でこの1年で和牛マフィアの T シャツから新刊まで強調出す新刊まで出ちゃって、でこれまた多分すごい売れそうな、もう内容的にもすごい売れそうな内容なんだと思うんですけども、非常に喜ばしいです、うん、ありがとうございます。いかがですか、いかがですかっていうか、ね、いや僕もでも山崎さんの記事はずっと読んでましたからね。 ありがたいこと。いやいや、なんかほら、あんまりああいうなんかコラムニストじゃないけど書く人ってもう経済のこと全く分かってねえなみたいな人が書いたりとかしてる文章の方が多いからストレスなんですよね。こいつあんま分かってねえなみたいな記事を見るとめちゃくちゃストレスたまるんですけど、新聞記者とかにそういう人多くて、日経新聞は比較的まともな人が多いんですけど、まあ、それでもね、この間の後藤さんみたいな結構まともな人が比較的多いけど、やっぱ全員が全員そうではないので、やっぱストレスだった中にこう一服の清涼剤としてね山崎さんの記事があって本当に、ね、僕はね救われてたんですよね。